第一の性は、三島幸男の評論、随筆。不道徳教育講座と同系列に属する随筆で、様々な角度から男の存在理由、男の偉さとは何かを、吉逆説、笑いにあふれた趣きで綴りながら、若い女性向けに多彩な男性論を展開している作品である。タイトルの第一の性は、ボーヴォワールの第二の性をもじってつけられた。 第一の性と同様の趣向で女性論となるのが判定所大学である。1962年、雑誌女性名城12月総刊号から翌々年の1964年12月号まで第一の性男性研究講座、第一の性男性人物講座として連載された。単行本は1964年12月30日に就営者より刊行された。 総論は、男は皆英雄、男の男らしさ、男の清潔さ、男のデリカシー、男は愛され方、男のセンチメンタリズム、男には変わり者が多い、男は買い物ギラヒ、男の色気とは男の悟り、男は機械いじりが好き、男はいかに歳を取るか。男にしかわからぬものの十三の項目に分かれ、男性らしさというものの概要、総論を述べている。 三島が最初の講座で男は一人残らず英雄でありますと唇を切っているのはボーボワールが第二の性の冒頭で女が教育によって作られる第二の劣等な性だというフェミニズム視点に立って人は女に生まれない女になるのだといったことに対してもじったものである。格論はエジンバラ金田昭一、大石蔵之助、エルビスプレイスリー、堀江健一、 フィデル・カストロ、そのイ・ケイスケ、ネイル首相、大松博文、アランドロン、親鸞、三島幸雄の12項目に分かれ、具体的な例を取りながら男性格論を述べている。最後の、三島幸雄では、自分自身を劇画化して分析している。第一の性は、女性にとって謎の多い男性的な原理の解明を平易な文章で、 わかりやすい例を挙げて説明しているエッセイであるが、男らしさが、女性から見た理想的男性像ではなくて、元来の本質を含めての男らしさであることを女性たちに問いかけていると、中野優子は解説している。奥野竹雄は、第一の性を書いた三島について、弱いごとには書くたくましい男性になっていくようだとして、以下のように語っている。 17年前初めて会った時は、貧血症の青白い顔をした、ハンサムではあったが、髪を73に分けた、入弱な文学者であった。しかし、無名の学生である僕に、お互いに筒っぽの書生として交際しようなと、男らしい、細やかな心遣いを示してくれた。その頃は、腕相撲しても負けはしなかったのだが、ボディビルや、剣道や自衛隊で鍛えた、最近の彼には、 悔しいけれど中年太りの僕は叶いそうもない。自らの哲学に忠実に不屈の意志で文武両道の達人に事故を作り上げた胸毛の三、党は精神的にも肉体的にも今や男性中の男性の第一の性にふさわしい爽やかさと履歴しさを体表している。奥の竹を男性中の男性、田中美世子は三島が第一の性の中で、 男は一人の凝らず英雄でありますと教授していることに触れ、この一人の凝らずというところが重要だとし、それは、たとえそれが潜在化しているとしても、男はとにかく無視用に偉いのでなければならず、彼の個人としてのプライドの問題であり、お互いに男同士がこれを尊重しなければ、男は男として自立し得ないということを意味していると解説している。そして今やこの、 男の英雄性は、女性の平等主義に踏みつけられて、泥にまみれ、そのため、セクシャルハラスメントなどに内向して、反動化しているのかもしれないと考察している。また田中は、三島の言うように男の英雄ごっこは、世界の政治、経済、思想や芸術、哲学や事業を生み出したもとで、それが善彼あしかれ、男性の築き上げてきた文化の本質であり、 ボーボワある女子をして甘んじて自ら女性を第二の性と呼ばしめたところのものだと考察しながら、それゆえ女性が性差別をなくすことに躍起になり、男性の男性なるがゆえに突出する急壁や精神的変更を撲滅しようとばかりするのは、ある意味の暴挙と言うべきかもしれないとし、第一の性は、そういったことの反省を女性に促し、 女性の理解と寛容を訴えていると解説している。ありがとうございます。